関西学院地里国際中等部、高等部は大阪府見の大市、小野原西四丁目にある私立中学校、高等学校。主に海外帰国生徒を受け入れることを目的にしており、編入学は各学年、各学期ごとにできる。高等部は文部科学省のスーパーグローバルハイスクールに認定されている。また、関西在住の外国人指定を対象とした、 大阪インターナショナルスクールも、同式地内にあり、校舎、授業、課外活動、理念、経験、夢を共にしており、二つで一つの学校としている。また、各生徒が自宅からパソコンを持ち込み、授業に活用している。なお、西南側に、隣接の大阪府立北千里高等学校の住所は、地里ニュータウンの藤城台のため、管学地里国際も、 千里ニュータウンの立地とみなされる。阪急電鉄をはじめとする関西の初企業の支援の下で設置された学校法人千里国際学園により、1991年に大阪国際文化中学校、高等学校という校名で開校し、8年後の1999年4月に千里国際学園中東部、高等部に改校した。2005年から、 学校法人関西学院と連携協力協定を結び、関西学院大学への推薦入学制度を導入した。さらに、千里国際学園の教育方針と関西学院の国際化推進の思惑が合致したこともあり、2008年に両社は合併協議を開始し、2年後の2010年、千里国際学園は関西学院に九州合併された。これを受けて、 千里国際中、高と大阪インターナショナルスクールは、関西学院に移管され、同学院千里国際キャンパスの構成校として、新たに歩み始めた。鉄道バスシーズン制、スポーツ1年のうち、決まった期間のみに活動する、スポーツクラブ。そのため、いくつものクラブを経験することができる。トライアスロン、ランニング、スイミングは1年を通じて行われる。 基本的に中学生は火曜日、木曜日、高校生は月曜日、水曜日、金曜日に部活動を行う。その他のクラブシーズン制スポーツとは違い、基本的に年中活動する。3人以上の部員と顧問の先生がいれば、新たに研究会を作ることも可能。クラブとして部費をもらうには、部員5人以上が必要。ありがとうございます。